はい、こんにちは、まめと申します。マジチル最終話実況プレイやっていきたいと思います。大変大変お待たせして本当にすみません。いやー、すごい私も気になってました。なんか前回の終わりは確か中秋くんの前に犯人が現れたんですよね。ということは中秋くんはもう犯人を知ってるのか。いやー、司令官を殺して、花ぴょんを殺して、そしてあきちゃんとめぐぴょんを、めぐぴょんって誰？めぐちょん、あきちゃんとめぐちょんを同士打ちさせた犯人は誰なのか、本当に気になるところですね。そういえばさ、一人が全然出てきてないんだけど、大丈夫なのかな、生きてるのかな、ということでやっていきたいと思います。誰が犯人なんだよ、気になってました。皆さんは誰が犯人だと思いましたか、ということで、あ、これ完全に前回の終わりですね。いきます。俺の魔法が発動した。お前が心の中で言い逃れができないと思った証拠だ。さあもう一度聞く、一体お前は誰だ。おい、なんか言え。いやー、すごいのちゃん、さすが。ちょっとからかいに来たつもりだったのに、まさかバレるなんて。いやー、失敗した。おい、日和の姿はやめろ、不愉快だ。そうだね、正体を暴いたご褒美はあげなきゃだよね。誰なんだお前は。ひとりちゃん。えへへ、僕でした。ひとり、おっと失礼、この姿の時はこっちの話し方ですね。この姿、まだひとりじゃないんだ。え、俺の魔法が溶けてるだと。そりゃあ溶けますよ、わからないんですか。よく考えてみてくださいよ。君の魔法の発動条件は何でしたっけ。もう逃げられない、その心に反応して自動的に今は逃げられるってことか。そう、僕は確かにそう、確かに思いました。私は日和だと言い逃れはできないってね。何、とても不便な魔法ですね。今の僕は日和さんじゃない、だから言い逃れる必要などないんですよ。えへへへへ、そんな笑い方する、そんな笑い方する人誰。だったら力ずくで。できると思いますか。それでは僕には本来の目的があるので。ああそうだ、誤解があると困るので言っておきますが、僕は司令官は殺してませんよ。あ、ひとり、ちゃんとひとりさんは、ひとりさんなんだね。残念だったね、なっちゃん。え、司令官は殺してない、複数人ってこと。待て、一人追わなくては。だが俺に何ができると。それにどうして日和の姿に。そうだ、日和は無事なのか。あいつを日和の元へ行かせない、ちゃんと思ってますね。待て、おや、追いかけてくるとは意外でしたよ。どこへ行く。君が一番会いたい人のところへですよ。だから追いかけて、だから追いかけてきたんでしょ。日和に何をするって、何をする気だ。おや、今一番会いたい人は日和さんですか。ふざけるな。いや、実に興味深い。無謀だと分かっていて行動する人間という生物は。人間じゃないの。わかりました、ついてきてください。ついてこれたらですけどね。何、え、
シェーブしまーす。みっちゃん、ちゃんちゃん。矢印に触れるとジャンプします。2マス離れているところは、一歩後ろに下がって助走をつけてから飛ぶため少し時間がかかります。はい、1人は向こう岸に着くと魔獣から降りるので、そこを捕まえましょう。捕まえられないとゲームオーバー。割と余裕です。え、まあ初めですからね。さすがそんなね大変じゃないでしょう。はい、2マス、2マスだからちょっと助走つける。1マス、2マスだからちょっと助走つける。先回りできちゃったと。意外と余裕でじな。逃がさないぞ。まったく君もしつこいですね。マジで。もう少し待っててください。一人。大丈夫ですよ、下は水です。運が良ければ死なないんじゃないですか。そんな笑いする？一人さん、えへへへって。楽しそう。一人でめっちゃ楽しそう。一人だけに。はい、二号ちゃんから逃げてたんだけど、なんかすごく広いところに来ちゃった。もうなっちゃんはどこにいるの。はい、ちょっとね、最近ね声変わりのごとくね、間違えた、あ、常に出しいいですね。やっときましょう。最近マジでね声変わりのごとくね、声がね、高い声が全く出ないんですよね。なのでちょっとね、あの気持ち悪いお声を発すると思うんですけど、お付き合いください。ここを調べる、なんかあるのかな。目に見えて何かある。あ、まあとりあえずこれなんだろうね。危ない、岩がどうなってんのそれ。今にも崩れそう。先に進みたいけど鍵がかけてあるし、どうしよう。上の岩を全部飛ばす？でも適当に飛ばしちゃうとね、あの他の人に影響が及ぼすね可能性がありますのでね、危険ですね。前みたいにみんなのところに行くかもだし、こんな広いところから鍵を探すの？あ、扉を飛ばせば。そしたら上の岩が落ちてくるよね。詰んだ。とりあえず鍵を探そう。開けてあげようか。誰？え？目が二つ。うわ、魔獣。あれ、でも今なんて言った？開けてあげようか。本当？質問に答えたら鍵開けてあげる。質問？この部屋の仲間、全員の質問に本当に答え、声本当のことを答える。今のところ襲ってこないし、手詰まりだし、話に乗るだけ乗ってみてもいいかも。そしたら鍵開く。開ける。わかった。とりあえず、なるようになれ、と思ったらいい。はい。部屋の、魔獣全員と会話をしよう。了解。じゃあ右から行きます。緑は不安の色。不安だったのは誰？不安だったのは？不安だったの？それは、え、ちょ待って、わかんない。よくわかんない。それもうまた答えだ。消えちゃった。な、嘘、嘘、キャンセルしようと思ったらそれが答えって言われてしまったよ。マジですか。まセーブしてるからいいよね。はい、赤は、フンヌの色。フンヌって何？フンヌしたのは誰？怒ったってこと？フンヌ？それは、これ全部答えないにしようか。誰も怒ってないんじゃないかな。それもまた答えだ。消えちゃった。え、全部わかんないにします。本当にわかんない。緑は嫉妬の色。嫉妬したのは誰？嫉妬した？嫉妬、それはわかんない。これ全部さ、
答えなかったらどうなるの？黄色は悪意の色、悪意を持ったのは誰？悪意？何のこと？それもまた答えだ。これさ、正解しないと開けてくれない？青は孤独の色、孤独が嫌だったのは誰？孤独？待って、孤独が嫌だったのは誰？やばい、なんかさ、わかんないや。ひよりちゃん、孤独は。それもまた答え、消えちゃった。あ、普通にでも開いたんだけど。扉の方で音がした。行ってみよう。鍵が外れてる。よく考えたら、扉を開けても岩は落ちるよね。そうだね。もう。ん？最初からこれで良かったと思ったり。一番最初の質問ですぐに分かったよ。質問の答えは全部。答えないでいいの？花ぴょん追いかけてきたんだけど。何？その扉の先に進ませたくないの？それとも殺されたいの？殺されたくなくても殺しちゃうけどね。お姉ちゃん。何その姿。さすが魔法の世界だね。しっかり心の中を覗かれてるよ。私が一番見たくないものになるなんてね。でも私の秋お姉ちゃんは私だけのだから、真似するなんて許さない。楽になんて殺してあげない。どうすんの？じっちゃん、魔獣3匹を倒しましょう。正面からぶつかったり、魔獣からぶつかられるとダメージを受けるので後ろや側面から当たりましょう。了解。ウリンの体力がなくなってしまうとゲームオーバーです。ウリンは楽に殺してあげないため一発では仕留めません。何回も切って切って切りまくるんですね。2回攻撃を当てましょうと。うわ、でも意外と早いですね。横からだー。腹かもしれない。ちょっとはっはっはっは。早速囲まれてしまったんですけど、まあちょっと難しいね。こんなに早く死ぬなんて思わねえんだ。はい、こうやってどうしよう。3匹をさ、ちょっとさ、オッケー、今です。オッケーオッケー、こんな感じ。横向いた時、はーん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 、むちゅ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 、はい、1匹仕留めたよ。あと5、ライフが5。今です、今じゃない、ダメです。いやー、いやー、残り1しかないって、無理、無理。あと1しかない、1になって進化を出す。出せない。うわっ、うわっ、うわ。私連打したの？私連打したのかな？連打したみたいですね。連打攻撃が有効でございます。今です、今です。連打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 。後ろ向いた瞬間によしよしよし。必死すぎて弱い。2回死んじゃったけどね。だって私のアキお姉ちゃんはとっても強いもん。この先に花ぴょんがいる気がするな。何？見えないけど今確かに攻撃を受けた。次が来ない、次が来ない。私をなぶり殺す気。クソ、花ぴょんの格好で隠れてるって感じなのかな。私を一撃で仕留めないのは遊んでるからね。花ぴょん、いや違う、わずかに感じるのは魔獣の気配。姿が見えない敵、何か方法は。見えない花ぴょんを追いかけた時は、あれでしょ、なんだっけ、影。そっか、質量があり、そして動いているのなら
見つけた。ああ、なるほど、足音で場所が丸わかりだよ。また一つ強くなっちゃった。待っててね、花ぴょん。怖いよ、あきちゃん強すぎるよ。はい、じゃちょっとここに来たところで一旦終わっときたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。バイチー。